三重県で活躍するさまざまな方をお招きしてトークをお届けする三重県旅行記。今月お届けしますのは筑仙古流家元瀬木佳仙さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それでは今回お聞きしたいのがですね、はい、この筑仙古流選手どういったものかお届けしましたが、はい、これを、皆様にこう広めてらっしゃる家元の瀬木先生についてお話をお聞きしていこうかなというふうに思っています、はい、瀬木先生はもともとお花との出会いというのはいつだったんですか？出会いというか結構昔のね女性皆さんそうだったんですけれども、私もその高校時代にちょっと池の坊のお花を、習っておりました。その頃からなんかもうちょっとこうね素朴で、自然なお花を生けたいなというふうになんか思うようになって、ちょっと池の坊から離れたんですね。でしばらくなんかそういうのを生けたいなと思って自分でやってたんですけれども、ある時その筑仙流のお家元に出会って、でその先生のお花を見て、あ、私が求めていたのはこれだと思ってその筑仙流に入門したんですね。でその家元について筑仙流のお花を習いました。でもそれはすごく自分の中に合っているお花だったので、それをしばらくお稽古しておりましたけれども、そうなひょんなその家元との出会いから筑仙流のお花を気に入ったという感じですかね。やっぱりそのお花を生けるときにこの瀬木先生自身もこのなんていうか魅力をすごく感じたんですかね。どこに魅力があったんでしょうか、はい、自然より美しく生けるというか、なんかそういう自然の花っていうのをすごく求めていたんですね。要は今お花屋さんにある花ってやっぱり作られた花っていうのが多いわけですけれども、日本人はやっぱり昔から自然と共に生き、自然を愛し、あるいは自然と戦いみたいな中で生きてきて、そういう意味からいくとやっぱりできるだけその自然の花をより自然に近く生けたいなっていうのがあって、それがとても気に入ったかなっていう感じはしますね。瀬木先生がこのお花に向かう時の、はい、スタンスって言えばいいんですかね、はい、ここはちょっとなんかお聞きしたいなと思ったんです、はい、っていうのが、例えば自分自身がこう向かう時に自分自身をこう技術者だというふうにこう思う方もおられれば、アーティストだっていうふうに思う方もおられたり、ただなんかこうニュアンスって違うじゃないですか。そうですね。瀬木先生はどういった思いで向かっておられるんですか？私はどちらかというとその技術というよりはね、筑仙古流のモットーでもあるんですけれども、心で生ける生け花っていうふうに皆さんにはお伝えしておりまして、だからその時の自分の心とか気持ちとかを大事にしていけるっていうふうにしてますね。なのでさっきおっしゃったどのように向かってらっしゃる、向かわれてますかっておっしゃったんですけど、今日の花材がこうあったとするとですね、はい、この花材はこういうふうにいけたら花材が生きるとか、あるいは今日の私の気持ちはこうだからこういうふうにいけたいとかっていうふうな入り方ですよね。どちらかっていうと技術的にそれをこういうふうにいけるっていうのはもちろんあるんですけれども、あまりそれを重要視はしてないという感じですね。向き合ってる時に無になるという気持ちがそこでこう出てくるんですかね、はい、あ、そうですね。やっぱりこの花をどういうふうに生かせるか、どういうふうに美しく見せるかということはやっぱり一番自分の中でも大事にしてるかもしれませんね。話を少し変えますけれども、はい、筑仙古流を立ち上げられたのが平成13年、はい、でそこからお家元として、はい、多くの弟子の方にこうお伝えしていくわけですけれども、そこに対してのこうなんていうか責任感といいますか、はい、プレッシャーっていうのはあったりするんですか？やっぱりありますね。筑仙古流の家元についてこういうふうにお稽古してるっていうふうのことをね、やっぱり皆さんが思われるわけですから、やっぱり筑仙古流の家元としてはちゃんと家元らしくしてなくちゃいけないっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱり生徒さんたちが本当にこう喜んでお稽古できるような環境を作るとか、彼女たちが伸び伸びとそういうことにこう接していけるような環境を作るとか、そういうことにはちょっといろいろ考えたりはしておりますね。やっぱりですね、お花って華道で銅なので、
その礼儀作法ですとか、それから和のマナーですとか、それに関わる、華道に関わる全体ですね、例えば花器のことですとか床飾りのこととか、いろんなことがあるんですけれども、そういうこともやっぱり皆さんにちゃんとお教えして、トータル的なことをみんなにお教えしていかなきゃいけないなっていうことは気にしておりますね。また来週も筑前小流の魅力をいろいろと教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。